ロスタナゴーリ、ロスタナゴーリ、ロスタナゴーリは南極にある棚ゴーリ、ロス海の南部を覆っている。南極にある棚ゴーリとしては最大の面積を持つ。太平洋の方向にあるロス海の南部を覆う棚ゴーリである。南極にある棚ゴーリとしては最大の面積を持ち、約48万7千平方キロメートルと、フランス本土とほぼ同等となっている。 氷の厚さは200メートル以上に及び、ロス海に対し約600キロメートルの長さで接している。ロスタナゴーリ周辺の海岸は地理的に以下のように区分されている。ロスタナゴーリ内には以下の島がある。標方北東部にあるクジラ湾は上陸に適した湾で多くの探検家がこの地に上陸した。ロス海、ロスタナゴーリの地図。内側に引かれたい線が南位80度線。 ロス海、ロスタナゴーリの名称は1841年にこの地域を探検したジェームズ・クラーク・ロスにちなんでつけられた。ロバート・スコットやロアール・アムンセンは探検経路として当地域を通過している。1912年、日本の白瀬せノブはクジラ湾に上陸して南極点を目指したが、南位80度05分、整経156度37分まで達して断念した。 白瀬はその周辺を大和雪原と命名したが、この場所はロスタナゴーリ上である。ありがとうございます。